最初のイギリス公使館跡の石氷1860年代の東禅寺、フェリーチェベアと撮影東禅寺は、東京都港区高輪にある臨済宗明神寺派の別格本山。照明は、会上前臨物碑、三島禅皇制禅寺。江戸四家事の一つ。寺名は、会期の日型帯藩主、伊藤有慶の法名に由来する。幕末に、 日本最初のイギリス公使館が置かれていた。2010年2月、境内が国の史跡に指定された。慶長14年、伊藤有慶が、例、南隆史六を解散に招兵して、現在の東京都港区赤坂に創建した。官営13年、現在地に移転。完全に東京湾が広がることから、海上前輪とも呼ばれた。 幕末の安政年間以降、当時は西洋人用の宿舎に割り当てられた。安政6年には日本最初のイギリス公使館が当時に置かれ、公使ラザフォード・オールコックが駐在した。安政7年1月7日、公使オールコック付きの通訳、小林電吉が門前で二人の侍に殺害された。文久元年、上位派の日立三戸藩老子によって寺が襲撃される。 オールコックは何を逃れたが、初期艦らが負傷し、水戸藩ン士、警備兵の双方に死傷者が出た。翌文久2年には、護衛役のシナの松本藩士、伊藤文兵によって、再び襲撃され、イギリス人、水兵2名が殺された。幕末の上位の風潮の中、幕府からの命令とはいえ、日本最初のイギリス公使館として、異国人を住まわせたということで、 汚れた寺と誹謗され、段下であった有力大名は次々と離れていき、経済的な支えを失っていった東禅寺は一時的に衰退してしまうという浮き目にあった。関係者以外の見学は受け付けていない。このうち明治以降の墓所も存在するのは吉田藩、鴨方藩、薄木藩、佐伯藩。ウィキメディアコモンズには東禅寺に関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。